はい、どうもこんばんは。お疲れ様です。今日のユーロトラックシミュレーターですけども、本日は日向坂メンバーの生誕トレーラーを作成してみました。本日8月23日お誕生日のメンバーがこの方です。それでは見ていただきたいと思います。はい、ということで本日8月23日かな、今日は8月23日お誕生日を迎えた日向坂メンバー、東村めいさんでございますね。めいめいです。めいめいがついに5歳の誕生日を迎えましたというわけではなくて、実際は22歳なんですね。で、まあ、日向坂というかひらがな欅に加入前の2016年から、昨年までの、4年間の写真なんですけども、まずね、まあいちご柄にしてみたのは、まあ、メイチゴっていうぐらいいちご大好きなねメイちゃんですけども、この頃ってこれまだひらがなあらうめいが映ってしまいましたけど、この頃ってまだひらがな欅加入直前ですね。多分2016年の5月にひらがな欅1期生としてね、あの活動スタートしてますので、それのちょっと前ぐらいなんですけど、これはめいちゃんが、関西の地方モデルとして活動してた頃の写真ということになりますね。そして、ひらがな欅加入して1年ちょっとぐらい経った頃です。初めて髪を切った直後ですね。もともと加入当初はこのぐらい長かったんですけど、それから1年ぐらいして切って、バッサリ切って、それからはもう本当に、外羽のとか、まあ、内巻きもやってますけども、まあ、ボブが多いですね。あららららら。それから、まあ、ちょっとうめいが見えちゃいましたが、うめいです。これは去年か、ひなたたかで会いましょうの、バーベキューロケの時の写真ですね。初めてここで、うめいがという言葉が誕生しました。もう1年ぐらい前か。そして、ついに2020年を迎えためいちゃんですが、ついに幼稚園児になってしまいまして、5歳の誕生日を本日迎えたということになります。本当にね、めいちゃん、年々幼くなってくるんですよね。日向坂の七不思議の一つ、めいちゃんがどんどん幼くなってくるという、すごい状況になってますが、こちらも、可愛らしく、ハッピーバースデーめいちゃんということで作りました。はい。それから前の方にちょっと行きたいと思いますね。で、前の方もまあ右左一緒ですけども、ヤンチャルがちょっとねルが切れちゃいましたけど、ヤンチャルというのがメイちゃんの、あだ名でございます。まあ、メイメイとかね、普通にメンバーとかメイメイって言いますけど、まあ途中からヤンチャルとかねつけられましたけど、そしてこの辺は2つはね本当に可愛いメイちゃんで、最近はカミングアウトしまして、メイは猫やでということで猫になりました。カミングアウトしていますということで、今日はこのやんちゃるめいちゃん号で走っていきたいと思います。はい、ということで今回は今イギリスのロンドンにいますが、こちらですね、のスウェーデンのマルメというところまで空の樽9トンを運んでいきたいと思います。火曜日の朝8時に着けばいいので、あんまり時間はないんですけど、まあ進めていきたいと思います。
ということでね、今日は今回は日向坂46東村芽衣さんの生誕トレーラーで、配送をしていきたいというふうに思います。まだ1000キロぐらいありますね。それでは、東村芽衣さんのお話をねしていきたいと思います。東村芽衣さん、1998年8月23日生まれということで、本日右にレーン移動が必要です。その先右方向です。2020年8月23日をもって22歳ということになります。奈良県出身ということで、で小さい頃からね、もう本当に運動神経が良くて、小学校1年生から5年生って言ったかな、ではあのマラソン大会ずっとね1位だったということで、まあ奈良のチーターの異名を持つめいちゃんでございます。中学の時は部活でカラーガードやってましてね、でその奈良県でもカラーガードの強豪校で、まあ、何度も全国大会のそのステージに立ったことがあるということで、ステージ根性というかそういったものはね、ステージ度胸ですかね、そういったものはもうこの頃からついてるということで、あんまりライブでも緊張はしないみたいですね。まもなくロータリーです。3番目の出口です。ちょっと今街中走ってて、ナビがちょいちょいうるさいので、少し抜けるまで、街中抜けるまでちょっと出口です、こうやってね話を遮られてしまうので、少し市街地抜けて高速道路に入るまでね、ちょっと待ちましょうかね。その先左方向です。左方向です。はい、ということでね、そろそろ街中抜けたので、でめいちゃんなんですけども、ニックネームは、めいめい、大体はめいめいって呼ばれてますね。後輩2期生とか3期生からもめいめいさんっていう風な感じで呼ばれてます。ひらがな推しでね、若林さんとかがつけたやんちゃるめいちゃんっていうのもね、一時期はファンの人とかはみんなやんちゃるとか言ってましたけど、最近あんまり言わないのかなですね。で、まあ2016年にひらがなけやきに加入をして、まあその時はまだ髪が長かった、でおとなしい、まあダンスのキレとかはもうその当時から良かったと思うんですけど、ダンスのね評価は非常に高かったんですけど、まあ、ポジションはだいたい後列ということでね、あんまり目立つ存在ではなかったですね。で、めいちゃんのその転機というか、これはやっぱり髪を切ってからがね、あの可愛さ爆発しましたけども、2017年の夏ぐらいに髪を切りました。で、まあ本人は切るつもりはなかったらしいんですけど、何をどう間違えたのか、美容院に行って間違えて髪を短く切られてしまったということで、だいぶ泣いたらしいんですけどね。でも本当に、でもそれが正解でしたね。彼女自身、ただのおっとりとしたおとなしい女の子っていうよりは、ここからどん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 めいちゃんが幼く、5歳児になっていくというね、
ある意味逆の進化を、遂げていくわけですね。まあそれでもね、ひらがな欅時代は比較的後列が多い、ただ後列の端っことかね、非常に目立つところではあったので、やっぱり後列でもダンス端っこっていうのは結構ダンスのね、評価が高い人がこう入ったりするんで、まあそういった意味ではそのパフォーマンスっていうのは評価はされてたんだろうなというふうには思うんですけど、で僕ね本当に好きなのが、前作2020年のね、春に3月に発売されました、そんなことないよですけども、そんなことないよで初めてフロントに選ばれました、めいちゃんがね。でこのね、MV なんですけど、まあCD のね CM にもなってるところで、サビのところ、一番サビのところなんですが、ここのねめいちゃんのダンスがすんごい綺麗で、ものすごい綺麗な前傾姿勢なんですね。でそれがすごい、もう何回見てもここ好きって本当に思います。僕別にめいちゃん推しってわけで、まあめいちゃんすごい可愛くて好きなんですけど、めいちゃん推しってわけではなくって、握手会にも行ったことないんですけど、もう本当ここは何回見ても大好きですね、このそんなことないような MV のめいちゃんは、これは本当大好きです。それからあとはめいちゃんでお話しすることっていっぱいありますけどね、その日向の休日ってね、前作のそんなにこんなに好きになっちゃっていいの、3枚目ですね、3枚目シングルの、特典映像なんですけど、ここでもねバク転の練習をするっていうことでバク転教室に行くシーンがあるんですけど、ここのバク転の練習をしているめいちゃんのそのなんだろう、バク転の姿ですね、まあ要は後方伸身宙返りになるわけなんでしょうけど、伸身なんですよ、本当にまっすぐ綺麗にこの字を描いてる、まあもちろんその先生の補助があったりしてるんですけど、綺麗なねこの字こう描いて、めちゃくちゃ綺麗なフォームですよね。これも僕はちょっと見とれましたね。だからそれだけ運動能力っていうのが非常に高い子だなと思います。ということで、海辺とひまわりの畑を見つけましたので、ちょっとなんかこんな感じで写真を撮ってみたら可愛いんじゃないかなと思って、今写真をね、撮ってみたところでございます。なのでまあヘッドの方にね、メイは猫やねんってこう書いてますけど、本当にその猫のようなしなやかな身のこなしではありますよね。で猫耳つけたりなんだりしてると、本当にまあ猫顔でもあるしね、確かに猫って言われれば猫っぽいよねって思います。で一番仲がいいのは高本彩香さんですね。この2人はね、めちゃくちゃ仲が良くて、初期の頃から。それから高本彩香さんと佐々木久美さんで、めいめい甘やかしたいということでね、キャプテンの佐々木久美さんとその東村めいさんのツーショットでね、まあいくつかもう本当に親子ツーショットみたいなのがありますので、興味があれば
ネットで東村メイン親子とかね、で画像検索してみてください。本当に親子です。親子みたいな感じですね。まあ海綺麗ですね。このあとはもうずっと海沿いに近いところを走っていくような感じになりますかね。で日向坂46のメンバーってみんなね、握手会の対応ってすごくいいんですけど、で僕はめいちゃんは行ったことないんですよ、握手会。まあ行ったことないメンバーの方が多いですけど、めいちゃんは行ったことなくて、まあめいちゃん自体もそのなんだろう、まあ男性のファンも多いのは当然なんですけども、やっぱりなんか甘やかしたいみたいな、そういう感じがね、そういうふうに思わせるのか、女性のファンも多いみたいですね。でまあなんだろうな、YouTube やってる方で、でまあモデルもやってらっしゃる方でね、あきほさんっていう方がいらっしゃって、でその方あきチャンネルっていうチャンネルで YouTube やってるんですけども、その方がもうめいめい激推しですね。でめいめいの握手会とかのレポとかもちょっとね話をしたりしていますので、まあもしね興味があればちょっと見てもらってもいいかなと思います。めいめいの握手会の様子はね、まあ僕も機会があれば一回行ってみたいなとは思いますけどね。まあもうって言ってるうちに丸めに到着しましたので、あともうわずかですね。はい、まあなかなか今握手会も行けませんけどね、まあめいめいに限らず日向坂メンバーは握手会がね取れないっていう状況にも陥ってますから、まあ、めいめいも最初はそんなにね、ひらがなけやきの初期の頃ってそんな人気ではなかったんですけど、やっぱり髪切ってからね、やっぱり人気が可愛さが爆発しましたし、出口です。でそれからやっぱりひらがな推しとかでね、右方向です、サイレントボケキャラが炸裂してくると本当に人気が出てきて、めいちゃんも握手会がなかなか取れなくなりましたね。ということで、丸めに到着をして配送先に到着をしました。これからですねトレーラーをしまって、終わりにしたいと思います。じゃあですね、トレーラーを荷下ろし場所に、ここの白い白線というか白くね枠が光っているところにトレーラーを収めたいと思いますが、ちょっと狭いんで時間がかかりそうなので、すっ飛ばします。はい、ということでね、今日は、やんちゃるめいちゃんについてお話ししました。日向坂461期生として、2016年5月8日に加入をして、まあその当時ひらがなけやきですね、それから、まあずっとね後列にひらがなけやき時代も日向のキュンまでかな後列にいたんですけども、やっぱりここのとこ急激にね評価されてきてまして、人気も高くなってきて、で安定の2列目もしくは1列目ですね、そんなことないようで初めて、前作そんなことないようで初めてフロントになって、
で今回のね、なんだっけ、あざとかわいいでは2列目ですけども、こうやってなかなかね表に出て前に出てこなかったメンバーがこうやってどんどんと前に出てくるというのも日向坂の魅力ではないかなと思います。ということで、今回はこれで終わりということになります。2018年8月23日本日、東村芽衣さん22歳の誕生日おめでとうございます。22歳も、ね、相変わらず5歳児のまんまで、いてほしいなって思います。何も変わらない芽衣ちゃんでいてほしいなと。でその中でね、日向坂としてもどんどん活躍してほしいですし、まあ、最近ではね2列目とかフロントメンバー定着しつつありますのでね、やっとね評価されてきたというのがやんちゃるめいちゃんということになりますのでね、ぜひ皆さんも、応援してみてはいかがでしょうか。ちなみに今回はボディがピンクですけども、めいちゃんのサイリウムカラーピンクピンクになりますので、サイリウムカラーにちなんでピンクにしてみました。ということで今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。